こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching an American man who came to Japan for sightseeing cried at the words of a Japanese girl in front of the atomic bomb dome. The video is from this channel. では早速、始めましょう。日本は子供にどんな教育をしているんだ。この言葉は広島市を訪れたアメリカ人男性が SNS につぶやいた一言です。彼が広島である少女とのやり取りに感動し、思わずつぶやいたその言葉がアメリカのテレビ番組で取り上げられ、全米中の視聴者を号泣させるにまで至りました。一体彼は広島で何を体験し、彼がつぶやいた一言にはどんな思いが込められていたのでしょうか。一緒に見ていきましょう。中国、四国地方最大の都市である広島市は、人口約120万人の大きな町で、政令指定都市にもなっています。お好み焼きやカキといった料理が人気で、外国人観光客にも非常に人気がある観光地としても有名です。今では国内有数の大都市になった広島市ですが、第二次世界大戦で人類史上初めて原子爆弾を投下された場所、としての悲しみを背負った町でもあります。1945年8月6日午前8時15分、アメリカ軍の爆撃機 B-29 が広島に人類史上初めて原子爆弾を投下しました。原爆は上空600メートルで炸裂し、猛烈な爆風が周囲の建物を破壊します。爆心地周辺の地表面の温度は3000度から4000度に達したと言われ、一瞬のうちに多くの人の命を奪いました。広島市ではこの時に約14万人が亡くなったと推計しています。その時に被爆した建物が原爆ドームとして今もなお残っています。ほぼ被爆した当時の姿のまま立ち続ける原爆ドームは、核兵器の惨禍を伝えるものであり、時代を超えて核兵器の廃絶と世界の恒久平和の大切さを訴え続ける人類共通の平和記念碑として残されています。終戦から75年以上経った今でも、広島、日本からの平和のメッセージを受け取りに世界中から原爆ドームを訪れています。そんな外国人旅行者の一人にアメリカのブルックさんがいました。彼は以前から日本の文化に興味を持ち、この旅ようやく念願だった日本に一人で訪れたとのことです。東京、京都、大阪と旅をしてきたブルックさんは、その足で広島を訪れます。ブルックさんは学校の授業で、広島の歴史も学んでいました。第二次世界大戦でアメリカ軍が投下して、大勢の被害者が出たこと。しかしそのおかげで、長期化していた第二次世界大戦を終えることができた、とも教わっていました。広島にそれほど強い興味があったわけでもなかったそうですが、アメリカの友人が日本に行くなら絶対に広島を見てきた方がいいと勧めてくれたので訪れたようです。最初は気軽な感じで原爆ドームを訪れたブルックさんでしたが、広島平和記念資料館を見た後にはまともに歩けないほどのショックを受けました。見学を終えた彼は近くの公園に座り、しばらく動けなかったそうです。自分が教わってきた歴史は何だったんだろうか。まるで現実ではないような世界が目の前に展示されていました。まだ100年も経っていない歴史上つい最近といえる過去に、実際にこの場所で惨劇が起きていたのです。戦争にはどこの国が悪いとは言い切れない部分があると思います。日本にも戦争で犯した罪はあると想像しています。でも、ここにある1945年の広島は、人類が経験してはいけない世界です。アメリカが犯した罪は、非常に大きいと言わざるを得ません。ブルックさんは、後にこうコメントしています。終戦時、アメリカでは 85% の人が原爆投下を支持していました。これが現実だったのです。さらに、これには諸説ありますが、当時のアメリカ大統領のトルーマンは人種差別主義者だったという記録もあります。日本人も差別の対象にいたことが、
原爆投下を決定させた要因の一つであったことは、さまざまな文献で指摘されています。そういったアメリカの背景が、広島や長崎、そして日本にさらに大きな悲しみの影を落としていました。ブルックさんがそのことを気にしていたのかは定かではありませんが、実際に彼がアメリカの学校で習ってきた事実とは違う現実が、広島にはありました。そのことにショックを受けたブルックさんは、座り込んだまま泣き出してしまったそうです。アメリカがどうとか、日本がどうとかいう以前に、一人の人間として、ここで起きたことを簡単に飲み込めませんでした。ブルックさんは続けます。当時亡くなった方だけでなく、被爆して苦労した人もたくさんいると思います。特に、貞子さんのストーリーは、聞いていて本当に辛かった。広島の人が、戦争の事実をここに残してくれたことに感謝しています。私は幸運にも事実を知ることができた。ブルックさんが公園で泣き崩れていると、日本人の少女が近づいてきました。年の頃、5、6歳の女の子は、ブルックさんに話しかけます。これ、どうぞ。そう言うと女の子は、アニメキャラクターの描かれた小さなハンカチを、ブルックさんに差し出します。驚いたブルックさんが顔を上げると、日本人の少女ははにかみながらにっこりと微笑み、近くにいた母親の元に戻っていきました。大丈夫ですか？それ、よかったら使ってください。少女の母親はブルックさんにそう話しかけると、心配そうにブルックさんに寄り添います。ブルックさんは親子に頭を下げてお礼を伝えると、ゆっくりと話し始めました。ブルックさんは日本語をほとんど話せなかったので、母親は近くにいた年配の日本人男性に通訳を頼んだそうです。私は今日初めて広島に来ました。そして戦争が、核兵器がいかに非常なものか、平和がいかに尊いものかがよくわかりました。戦争の原因はいろいろあったと思います。私にはわかりません。でも一つだけ言えるのは、原爆が多くの日本人の人生を奪ったということです。命だけじゃなく、人生も奪ってしまいました。ブルックさんはそう言うと、再び号泣してしまいました。通訳の男性が、ブルックさんの話を日本人の親子に伝え終わると、再びブルックさんが気持ちを吐露します。正直、何とも言い難い気持ちです。罪悪感なのでしょうか。あるいはアメリカ人として恥ずかしく思っているのかもしれません。祖国を非難するような気持ちも湧いています。あなたたち日本人は私たちアメリカ人を憎んで嫌っていることでしょう。許してはくれないと思いますが、謝りたい気分です。ブルックさんはそう言うと頭を大きく下げました。その光景に驚きながら通訳の話を聞いた母親は、この後とんでもない言葉をブルックさんに返しました。私たち日本人はあなたたちを憎んで何回いませんよ。こうして広島に来てくれて、過去から逃げずに受け止めていただいた。それだけで十分嬉しいんですよ。せっかく泣いてくれるなら、今の広島を楽しんで嬉し涙を流してほしいですね。彼女はそう言いながら大きく笑いました。それを通訳する日本人男性も満面の笑顔でブルックさんに伝えます。その後、その通訳の日本人男性も日本人としての自らの気持ちをブルックさんに伝えました。私の両親はここ広島で戦争を体験しています。戦争では生き残りましたが、被爆した恐怖からいつ自分の体がおかしくなるのかと怯えながら生活していました。私はそんな両親を見てきたから、過去をなかったことになんてできません。でも、私が憎んでいるのは、当時の上層部の人たちです。原爆を落とそうと決めたアメリカのリーダーたちや、戦争を起こした日本のリーダーは憎んでいますが、それ以外のアメリカ人は大好きなんですよ。そう言いながら、ブルックさんを盛んに勇気づけました。彼ら日本人に励まされながら、しばらく談笑したブルックさんは、ホテルに戻る時間になります。ハンカチをくれた日本人の親子と、通訳をしてくれた日本人男性と、
しっかりと握手をしてお別れをしました。その時、母親からこんなことを言われて、すごく感動したとブルックさんは後に話しています。私の娘は今英語スクールに通っているんです。英語もアメリカ人の先生も大好きなんだって楽しそうに通っています。この子が大人になった時にお付き合いしていくアメリカ人はあなたやあなたのお子さんたちです。決してトルーマンじゃない。ぜひあなたたち今のアメリカ人には日本や日本人を好きになってもらいたいです。母親の言葉を聞いたブルックさんは再び涙してしまったと回想しています。キャラクターの描かれたハンカチを日本人少女に返そうとしていたブルックさんでしたが、結局そのハンカチをもらって帰ることになってしまったそうです。それ、あげるね。そう言いながら手を振ってくれた少女の顔は今でも忘れない。あの3人と過ごした時間は日本旅行の中でも一番素敵な時間だったとブルックさんは振り返ります。日本は世界で唯一核兵器を使用された国です。今でも世界中で戦争が起こっていますが、この悲しみを体験して知っているのは日本人だけです。原爆を使ったアメリカ人に対してでさえ温かい心で接し、彼を受け入れ未来を一緒に作ろうとする日本人親子や通訳の日本人男性の優しさは、同じ日本人としてとても誇らしく思えるエピソードですね。ブルックさんは帰国後、この広島での出来事を SNS にアップしていましたが、それを見たアメリカのテレビ局から取材を受けることになったそうです。この時のエピソードは全米でテレビ放送されました。広島の歴史、戦争の悲惨さ、そしてブルックさんに対する日本人の優しさを伝えた、そのドキュメンタリーを見て、キャスターやレポーターだけでなく、テレビの前の全米の視聴者が涙したといいます。その時キャスターは、涙ながらにこう言いました。私たちの知らない事実が、広島にありました。アメリカ人にはアメリカ人の考えもあるとは思います。ですが、広島にあるリアルは、きちんと受け止めたいと思います。そして何より、あの日本人親子と高齢の日本人男性の温かさに、私は心を打ち抜かれました。憎まれていても仕方ない我々が、日本人の寛容な心で受け入れられ、そして一緒に歩もうとしてくれている。ブルックさんが日本人少女からもらったハンカチは、日本人から我々アメリカ人にくれた、最高級のおもてなしのプレゼントと言えるでしょう。通訳の日本人男性の一言で、その番組は締められていました。憎しみから平和は生まれないんですよ。それを世界中で一番わかっているのは、我々日本人なんだからね。この一言は、アメリカ人だけでなく、世界中の人への日本人からのメッセージと言えるのではないでしょうか。では最後に、この番組を見た海外の人の反応をご紹介したいと思います。戦争も原爆も誰が悪いのかは私にはわからない。でも一つだけ言えることがある。この悲劇を決して繰り返してはならないということだ。日本人がそれを教えてくれている。彼らの言葉に素直に耳を傾けたい。私たち外国人はもっと広島や長崎で起きたことを学ぶ必要がある。幸いにも日本人は寛容で、世界が平和であるために必要な心を伝えようとしてくれているじゃないか。彼らと一緒に未来を作りたいと切に願うよ。確かに日本が戦争で犯した罪も多い。でも原爆は罪のない人々を含めて無差別に攻撃した。にもかかわらず、そこからあっという間に立ち直り、核を放棄して先進国に発展した日本を素直にすごいと思う。私も広島原爆資料館に行ったことがある。アメリカ人としてあの地に行くのに抵抗があったのも事実だわ。でも、行くことができる人はみんな行ってほしい。あなた自身が資料館を体感しないと意味がないの。日本人は、核兵器を持つことで対抗するのではなく、あの場所で人類の惨劇を世界の人と共感することで
平和な世界を願った。優しい日本人だからできることよね。彼らのその心意気に感謝して、戦争のない平和な世界を目指したいって思えるはずよ。あの日本人親子の言葉は、一つ一つとても素晴らしいものだった。とても感動して、涙が止まらなかったよ。過去のすべてを受け入れ、明日に向かって一緒に歩こうとしてくれている。僕たちの子供が、日本人と一緒に手をつなげることを誇りに思うよ。あの日本人少女の何気ない行動が、日本人のすべてを表現していると思う。泣いている人がいたら、誰が相手でもそっと助けを出す。あんなに幼い子でも自然にできてしまうところが、日本人の本質だと思う。僕にも子供がいるが、あの日本人の子供のように育ってほしいと願っているんだ。きっととても大切にしていたであろうハンカチをくれるのは、教育がしっかりしているからだろう。困っている人がいたら、無条件で助ける日本人ならではだと思う。私はあのキャラクターを知らないけど、日本人に愛されるキャラクターなんだから、きっと素晴らしいヒーローなんだと興味が湧いたよ。過去をなかったことにするのではなく、過去を踏まえて新しい未来を作る。それが日本人が目指していることなのかもしれません。原爆ドームや広島原爆資料館での活動は、少しずつ世界にその意味を広げています。この動画の冒頭で、終戦直後、原爆投下は正しかったと答えたアメリカ人は 85% もいたとお伝えしました。しかし数年前に、再びアメリカで調査した際には、その数は 50% 近くにまで下がっていました。核兵器を自分とは関係のない遠いものと考えるのではなく、自分ごととして考える。日本人が伝え続けた結果が少しずつ世界に広がっている証拠と言えるのではないでしょうか。広島、長崎、そして日本の人々はアメリカを憎しみの対象ではなく、彼らを受け入れることから始めました。武力で対抗するのではなく、平和を世界に伝える強いメッセージを発信するという選択をしました。その結果、アメリカだけでなく、世界中で原爆に反対する声が上がっています。強い精神力と思いやりあふれる優しい気持ちを持ち合わせた日本人。そんな私たちだからこそ、世界の人の気持ちを動かしているのかもしれません。今日の動画はいかがだったでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価をいただけますと嬉しいです。ブルックさんや日本人親子へのコメント、取り上げてほしいテーマなどがありましたら、コメント欄にお願いします。Thank you so much for the video. I'm a subscriber. I have never been to Japan, but I would love to visit these places, Nagasaki and Hiroshima. I want to see it with my own eyes.What really happened on that fateful day? War is not necessary. Bombing the innocent people is not right. Not just once, but twice. As a pro-Japanese person, this is not acceptable. We should always value life. But I'm glad Japan has moved on. And now Hiroshima and Nagasaki, most visited cities in Japan. Well, anyway, this was a great story. Thank you so much to the uploader of the video. I'm a subscriber. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん気をつけて。またね。